ここはコントロールセンターです。発電所のすべての機能がここで操作管理され、いわば原子力発電の中枢部と言えるでしょう。原子力発電所がどうしてここに建てられたのか、敦賀発電所所長の野本さんは、まず岩盤がしっかりしているということ、それからやはり最初の原子力発電所でございますから、 あまり人口が稠密なとこからは少し遠くにした方がいいんじゃないかということ、それから、送電線に近いと、ここは非常に送電線系統に近いんで、ですからその点でも非常に有利な地点でございます。これは特に第一条件として考えるというのはちょっと無理かと思いますけれども、ちょうど近くに系統があるということは、これは非常に幸いしたと思うんです。この敦賀発電所に続いて、昭和45年8月、同じ半島の西側に関西電力美浜発電所1号機も運転を開始しました。出力34万キロワット。現在運転中の敦賀と美浜の発電所に続いて、新しい動力炉も建設が計画されています。さらに対岸の高浜大井には、いずれも1基100万キロワットの発電所が計画中で、この若狭湾沿岸には将来およそ1000万キロワットの原子力発電所群ができる予定です。